おはようございます、社長。まず、こちらにサインとハンコをもらえますか？はい。では、こちらの書類にもサインをお願いします。わかりました。できましたか？ご苦労様でちゅ。ご休憩なさってください。休憩の後にちゃんと見回りしてくださいね。では失礼しまちゅ。
ダメですよ。お一人様1個ですよ。ダメです。一人分しかないのですから、足りなくなってしまいます。仕方ないですね。リニアの分をあげますよ。はい。わ、暴力はいけません。腐ってしまいますから、食べましょう。おー、タカヒロ、来てたのか。たまにああやってジョーちゃん食べ物を持ってくるんだよ。なんか庭の一部で野菜を栽培しているらしいんだな。ジョーちゃんはここでは人気者だよ。普通のメイドさんはこんなむさい場所に立ち入らないだろう。壁とか床とか機械油だらけだろ。せっかくの服が汚れちまうしな。まあなんていうかな、優しい子だな。飾らないというか、整備の連中には天使様みたいな存在として親しまれてるぞ、ジョーちゃんは。そうそう、ここのアイドルだよ、リニーちゃんはね。うん、整備の親父さんと将棋を指していたんだよ。カズサのジョーちゃんも大層な人気者だぞ。ここじゃ二分する勢いだ。だいたいリニアジョーちゃんもカズサジョーちゃんもこの屋敷のメイドの中でも指折りの美人だからな。聞いただな。今指折りだよ、指折りの美人。ジョーちゃんたちが来てからここも華やかになったよ。そうそう、華やかなのは大事だよ。花がなきゃ人生寂しいしね。大丈夫ですか？皆さんに行き渡りましたか？それでは皆さんお仕事お疲れ様でした。あ、タカヒロさん。あ、すみません、もうトマトがないのですが。なんか用事があったんじゃねえのか。はい、
ありがとうございます。いつもということはありませんが、皆さんのお仕事が終わった後は大体。あ、すみません。これからまだ窓ガラスの拭き掃除をしなければならないのですよ。仕事が遅くて申し訳ありません。それは大丈夫ですよ。リニアはまだまだ元気ですから。これからお仕事頑張らせていただきますよ。はい。それでは、高弘さん失礼いたします。霧島でちゅ。緊急事態でちゅ、所長。くせ者の侵入を許しました。くせ者は一人でちゅ。警備のメイドが一人やられました。その後見失いました。目下捜索中でちゅ。軽い打撲だけでちゅから大丈夫でちゅ。とりあえず医務室で手当てしてまちゅが。所長はこちらで待機していてくだちゃい。私たちだけでどうにかしまちゅ。はい。
緊急配備中だったのですか？申し訳ありません。いえ、何でもありません。すみません、高弘さんが気に入るような絵本が見つかりましたので。申し訳ありませんでした。これです。はい、ありがとうございます。申し訳ありませんでした。そうですよね。いきなり侵入者の方とお会いしたらどうしたらよろしいのでしょうか。あちら様も命がけでしょうから、お話とか聞いてくださらなそうですし。わかりました。殺された場合は文句を言わないようにします。